認定投票、認定投票あるいは二分型投票、承認投票、是認投票、アプルーバルボーティングは多数決の手続きの一種である。投票者は各選択肢について是認するか否認するかの判断を別々に行う。一般的に小選挙区制選挙で用いられるが、大選挙区制に適用することもできる。アプルーバルボーティングという用語の初質はによる、 また、1978年には、政治学者のと数学者のによって、数理的な定義と基本的な性質に関する論文が発表された。日本語においては、認定投票をはじめ、いくつかの直訳と訳が存在する。早稲田大学教授で、経済政策が、専門の松本康美はその著書、新しい選挙制度の中で、二分型投票という訳語を当てている。 また、慶応義塾大学教授の小林義明は、公共選択の中で、承認投票という訳語を当てている。各々の,の,の投票者は、好きな人数の候補者に投票できるが、候補者一人当たり最大一票しか投票できない。これは、候補者ごとに一票入れるか否かによって、是認か否認かを表明するのと同等であり、審査員が、 各々の候補者に与えることのできる点数が0か1かのどちらかしかないレンジボーティングと同等である。各候補者に当ぜられた票は候補者ごとに加算され、最も多く票を得た候補が当選する。アメリカ合衆国の州であるテネシー州の住民がその州との位置をめぐる投票をしたとする。テネシーの人口はその4つの主要都市に集中していて、州全体に広がっている。 この例では、すべての選挙民がこれら四つの都市に住んでいて、できるだけ彼らが住む都市の近くにシュートが置かれるのを好むとする。シュートの候補は、有権者の優先順位は、以下のように分けられる。有権者が二つの好みの候補に投票し、テネシーの住民が百人だとすると、結果は次のようになる。短期非常識投票では似回った候補。 が、複数いると票が分散し不利になったり、ボルタ式では逆に有利に働く場合がある。と、一般には、各候補者の得票は、他の候補者に影響を受ける。一方、アプルーバルボーティングでは投票者は、各々の候補者ごとに独立に投票投票を行うので、余計な候補者が立候補しても他の候補者の得票数に影響が出ない。 ギバード・サタースウェイトの定理によると、投票者の選考、候補者に関する好みの順序を集計して1名の当選者を決めるルールは、全候補者に当選の可能性がありかつ特定の1名の投票者の選のみによって、結果が決まるようなものでない限り、戦略投票が有効になる可能性を排除できない。一方、アプルーバル・ボーティングにおいては、承認できる候補を、 あえて承認しなかったり、承認できない候補を、あえて承認することによって投票者にとってより、望ましい結果が生まれることはない。すなわち、正直に投票することが、各投票者とって、常に最善の戦略となる。アプルーバルボーティングでは、一人の投票者が、各候補者に行う、投票の選択は、候補者ごとに独立している。 つまり別の候補者で自分が投票した内容を考慮せずに行うことができる。よって投票者にかかる負担は候補者数に比例する。各候補者を一覧するだけでも候補者数に比例する手間はかかるためアプルーバルボーティングは投票者への負担が最も少ない選挙制度の一つであると言える。実際にアプルーバルボーティングを取り入れた投票方式は 歴史上利用され、また現在も使用されている。アプレーバルボーティングは、当選人数が複数の場合にも応用できる。最も単純なのは、全ニ票を得た数が多い順に当選とする方法であるが、これは完全連期制と同様に、各党が定数分のクローン候補を擁立することによって、比例代表ではなく多数代表の性質を持つ。 比例的な選挙結果を実現するために、いくつかの拡張方法がある。2001年にフォレスト・シモンズによって提案された。選挙結果に対する投票者の満足度を定義し、各投票者の満足度の総和を最大化する候補者の集合として、当選者を決定する。 全員した候補者のうちフォーミュラ一人が当選した投票者の満足度はフォーミュラにと定義される。フォーミュラには任意の増加列に取れるが、シモンズの提案ではであった。これは、ドント方式の類推であるとみなせる。パブの当選者決定は NP 困難である。つまり、大規模な選挙においては、現実的な時間で当選者の決定を行うことが、 不可能であると予想されている。パブの例を次に示す。候補者は A、B、C、D の4人でこのうち2人が当選するとする。満足度はフォーミュラ5によって定義されるとし、投票は次のようであったとする。当選者の組み合わせとしてあり得るのは A、B、AC、A、D、BC、B、D、C、D の6通りで、それぞれについて、 満足度の総和は次の表のようになる。よって B と C が当選となる。トルバルド・ピエレが20世紀初頭に発明し、スウェーデンで1909年以降の短期間だけ使用された。投票者の満足度の総和を最も増加させる候補者を一人ずつ当選させていく方法である。具体的な当選者決定の手続きは次のようになる。パブと同様に、 満足度を表す数列フォーミュラ6を一つ決め、候補者全員の集合を、フォーミュラ7、投票者フォーミュラ8が全員した候補者の集合を、フォーミュラ9、当選が確定した候補者の集合を、フォーミュラ10と表す。また、フォーミュラ11は集合フォーミュラ12の要素数、フォーミュラ13はフォーミュラ14の時フォーミュラ15、そうでない時フォーミュラ16となる関数を表すと、する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。